こんにちは。はい、こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。本日はどうぞお願いします。お邪魔します。ジャパニーズスタイル、はい、なるべくいいご飯だったりとかいい空気だったりとかそういうものを僕らは取っていった方がいいなと思ってて、そのために皆さんにもより良い生活だったりより良い未来のために、ここを紹介します。その食材の味を生かした料理っていうのがここのレコメンドな料理です。 You like it? You like it? 昔はすごく明るい面もあったけど、まあ、あることがあってロンドンに来てからっていうのはどっちかっていうとこうダークサイドなユートっていうのを人生が始まっていて、でもその前にはハッピーなこともあったり悲しいこともあったりっていう喜怒哀楽のそのレンジがすごく幅の広い役なので、本当に演技してるっていうよりは本当にその役を生きてるっていう感覚に近いかもしれないですね。でなんでこんなに美味しいでしょ、兄貴はその俺に対してのその嫉妬心というか、母親が俺のことすごく好きなので、なんでお前ばっかりなんかっていうのかな、優しくされてみたいな嫉妬心っていうのが兄貴にはあったかもしれないし、でいつも俺は悪いことしたり兄貴になんていうかな、兄貴の面を汚すようなことをたくさんしてきてたので、まあ疎ましく思ってるところも多々あるとは思うんですけど、それでもやっぱり血を分けた兄弟なんで、なんていうかな、切り捨てられないというか切っても切れない縁でつながってるっていう間柄なのかなというふうには思います。助けてくれよケンちゃん。任せろ。俺は兄貴にしか自分の感情をそのさらけ出すことができないという役なので、まあ本当にでも平さんとの関係性がとてもいいから、その芝居はすごくやりやすいです。来ないでしょうね。もっと目の前にあることだったり、もっと過去にあることだったり、いろんなその問題に引きずられて、本当に人が健やかに豊かに生きていくために必要なことっていうのは、もちろんそういうプロブレムの中にはチャンスとしてあるけど、きっかけとしてあるとは思うけど、そういう状況じゃないかなと思います。ごちそうさまでした。